です。いらっしゃい。おお、そんな。岡山の前でこれ東工大です。で、今日はなんでわざわざこんなとこに来てるかというと、はい、タクシーエリアです。どこだっけな、オフィスの場所かな。わー、おー、天候盛りだ。高山です。はげてます、はげてます。本当すごい、よかった。でもまだこんなに残ってます。さんがすごい美味しそうにこれ食べてて、こっちにしたと早すぎた感じです。早すぎた。おお、どうですか。リアルに学生っぽい。あれ普通のビーズクッションみたいな。あれ普通のビーズクッション。いや、さっきの朝ごはん。こっちも美味しいと言うから。うん、こっちの方が美味しい。黄色い方が美味しい。腹減った時には今度はお湯がない。腹減った時に食べれるようにだんだん爆発的に増えてるの。水野さんの能力。ひよこ鑑定士みた何味ですか。これは塩ですね。濃厚塩味。濃厚だ。喉が乾く。飲み物が大これはどういうことですか。こちらで食べてください。じゃあそういう食べ方。いや、でもおっさんもやるから。なるほど、本ですからね、うん、いやいや限定なんでちょっと私が買ってしまったら悪いな。